6年ぶりに会員式および総合訓練が執り行われました。隊員諸君の連動の高い動きを目の当たりにし、内閣総理大臣として大変頼もしく思います。海難救助の現場では荒れ狂う波に揉まれ、タンカー座礁の現場では流出した原油にまみれ、工作船追跡の現場では重力をくぐりながら海の安全確保に尽力する海上保安官の姿が常にありました。海上保安庁中根瀬場、今の海の安全、ひいては日本の繁栄はなかった。諸君の70年の歴史に裏打ちされた現場力を力に、これまで以上に多くの重要な使命を果たしていくことを期待しています。